言っちゃうよ。ライジョンです。そこで今日もやっていくんですけど、今日はね、ゴブジャイスパーキーやっていこうか思います。でなんですけど、これはね、テンプレが昔のね、あのハンター型のゴブジャイスパーキー、まあケンツがよく使ってたやつねすいません、のテンプレがタルババがゴボウリになって、ハンターがエリキになった感じですね。まあ、若干俺好みに近づいた感じなんですけど、このね、テンプレが今、グラチャレの勝率、あ、違う、勝率か、がトップで、まあ多分ね、ペッカに強いですね、圧倒的に。うん。っていうのも、やっぱエレキとザップあるから、ペッカには微妙じゃねって、ゴブジャイだしって思う人もいると思うんですけど、やっぱその建物がある時にケツスパーキーされるとね、ペッカ結構なんもできないですね。基本的に人技系に強い。うん。で、もう相手が雪玉でリセットとかなかったら、もう鬼強。鬼強ですね。ってことで、やっていこうと思うんですけどね、ちょっとね、俺、まあ、あんまりスパーキー使わんから練習しようと思って、グラチャでやったら、やりすぎちゃったんですよ。そう、気づいたら、俺やってて、いい感じやなと思って、はっって思ったら、いや、11までやってしまって、だいたいその動画用に撮ったグラチャでって、9勝で終わらすんですけど、でね、3試合か4試合か5試合かやろうみたいな、そういうところあるんですけどね、やりすぎちゃったんで、ね、一回マルチ行きます。一回マルチ行って、グラチャで行って、ちょ、いい感じに仕上げていけばなと思うんですけど、やりすぎた、普通に。トラ上げもしなきゃな。そう。なんか、ペッカー、なんか毎回、あ？言うのか。やばい。名前合わせるかとかね。その、ペッカーを使って毎回グロー1桁取ってる人がいるんですけど、その人のね、アカウントっていうか、その、フレンドリンクをもらったんですよ。そう。で、どんな感じで動いてんのかなって、序盤とか終盤とかちょっと気になるじゃないですか。その、グロラン上位の人って、どんくらいトロ上げしてるんだろうみたいな。そういうの気になるから、おーとととと。やってた、見てたんですけど、もうやっぱ序盤からぶち上げるんですよ、トロ。そう。でも序盤から毎回多分ずーっと、そのグロ上位に居続けて、みたいな感じなんですよね。おー、それやるやんけ。これ無視っすね。ってか、対応できないんで、ゴブジャこれにね、ボンと置いても、めり込むんで終わりなんでね。いや、つれー、これ。鬼食らった。まあ、U の使って、あともう、なんだっけ、工場しかないんでね。これはケツスパーキーして、ここにゴブ折りを構えます。そうすると、まあ、多分逆再工場が5ぐらいがね、来ると思うんですよね。こんな、ウィー。で、こういう感じでスパーキーが来たら、まあ、シャアなしでね、ゴブジャを添えてやればいいんじゃないかなと思うんですけど。よいしょ。おー、ダックリが。これ迷うなぁ、走らせるか。まあスパーキーが来ますよね、という感じで、スパーキー、いやー、ミスったかこれ。まあまあまあ、これはでもエレキで全押さえ TV できそうなんで、よいしょ。おー、そういう感じね。これペッカ一発分耐えれるんで、そう、これがね、マジでかい。ういういで、また言うのは、もうシャアなし許容ですね。シャアなし、ここ雪打ってもいいんですけど、ちょっとエリアドが欲しいんで、ね、多分ここで建物がない状態でエリアドまで取られると終わるんですよ。そうだから、こっちにスパーキーをね許容しつつ、今相手の手札にあるの端前ダックプリぐらいなんで、来るかケツペッカか2択っすね。はい、ケツペッカって感じでメガゴつけ、よいしょ。でもって、ポイズンとかだと思うので、で、こっちまた、恒例のね、ダックプリハサミゲーミングをして、相手このエレキちょっと甘いっすね。やってますね。はいはい。はいはい。はいはい。いいですね。いいですよ。オッケー。で、これもう一回。これで、頼むから縦剥がしてくれ。あー、なるほどね。まあ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 、別にいいんじゃないかなと。よいしょ。いいですね。これ真ん中にかき集めて、ゴブジャイ、こいつには挟めねえな。でもスパーキーの前に挟む。これどうせペッカーで多分受けてくるんで、これをね。なんで、お？受けてこな、ウィー。おん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 。そういうパターン。で、裏にペッカー、なるほどね。そっちのパターンね。で、あっちをエレキ。ってことはこれ、メガゴ出さないでライトニング打てばよかったっすね。これ打っちゃいます。よいしょ。まあ、エレキ潰してあげればね。あとは雪玉に、いや、落ちないな。まあ、ここで逆再言うのは、はいはい。それなら、まあ、ここの、ダックプリでいける。このタイミング。OK？
よいしょ。諦めてった。散ってった。お礼言っておきます。まあちょっとね、ぬるめの試合になってしまったんですけど。まあまあまあ、アップはこの辺にしてって感じですね。ちょ、マジでグラチャリやりすぎたなこれ。反省するレベルのやらかし。よいしょ。ってことでグラチャリ行きたいと思います。グイってね、レベル上がると思うんでね。何が来るんだろう。まあ今でも、クロスがやっぱ流行ってますね。クロスとペッカー。で、ラバがね、やっぱ、ランバー下方の影響もあって、ちょっと減りましたね。ラバクローンは、やっぱり。うん。あんまり見ない、かな。そうそうそう。いや、マジでさ、そのさ、クロスがさ、次のアップデート情報の動画とか、ドズさんが出してたじゃないですか。あれ見ても、マジでさ、なんか、なんだろう、クロスが一向に触れられないんですよね。なんか、迫撃とかも、ちょっと4コスにしては硬すぎるし、って言われてて、で、クロスとかも、いや、あれもう、やべえやろ、みたいな。もうちょっと暴れすぎじゃねみたいな。もう、なんか、もともとクロスクソ難しくて、なんか、誰にでも触れるカードではなかったんですよ、絶対。だけど今、結構クロスを、ちょ、練習し始めたよーって人でも、普通に12勝できちゃったりして、いや、あれちょっとなんか、おかしくねみたいな。俺たちの難しかったクロスじゃなくねあれみたいな感じなんですけど、そう。とか、やっぱね、あとエリポンクロスとかもね、あってね、クロスにも遅延クロス、エリポンクロス、2級クロスもあって、どれも強いし、やっぱ迫撃が結構いろんな、やっぱホグとかにも、ホグとかだったら昔建物はテスラか大砲だったけど、今じゃやっぱ迫撃が結構ね、無難ではある。無難っていうか、まあちょっと安牌、とりあえず迫撃入れときゃ安牌じゃねみたいな。そうそうそう。で、ディガー、マスケ、バルキリー迫撃もあったし、前シーズン。で、枯渇迫撃もあるから、迫撃、まあペッカもね、まあ情報、まあ下方食らって、でも実質なんか情報みたいに言われてるらしいんですけど、絶対対応慣れてないだけではあると思うんですけど、だからまあペッカも下げて、ってか下げると思うって運営が言ってたから、んー分かった。で、それは許す。だからもうクロスと迫撃も下げてくれっつって、もう何回触れられてないことかっていうね、思ってるんですけど、なんか、いつもその、言われたカードとかを、そのセス、運営のね、そのバランス調整担当してる人がセスって言うんですけど、セスが、そのなんか、まあこのカードは強いって言われてるけど、まあ使用率的に見ると、まあ40何パーで別に勝ち越してるわけじゃないんですよね、みたいな。そういうね、結構そういうことを言うんですけど、それすらもなんかクロスと迫撃、触れられもしないんで、いや、待て、っつって。ちょっと待てよ、っつって。全然マッチングしないじゃんけ、マジで。これさ、やべえんだよな、マジで。マジで放送事故になる、普通に。そう、なんで、そうなんですよね、本当に。なんか俺もう本当に、どうせペッカいつか下放されるから、次のシーズンね、下放されるか、次の次ぐらいにはどうせ下放されるんで、まあいいんですけど、よくはないけどね。なら、迫撃とクロス、絶対いつかやるからね。いつか下放するから、あのカードたち。絶対そんな、その強いカードを下げていったら、やっぱ強い、触られてない強いカードが残るじゃないですか。だから絶対にその、クロスと迫撃がもうね、絶対にいつか触られるから、今やってほしい。願望、自分が使わないから。まあまあ言うてみんなそう。もう俺絶対使わないもん、迫撃とかクロスとか。だからもうね、下放しちゃってほしい、バンバン。来た神の子。すごいな。いやー、どうしようかな。枯渇じゃないこと言うのよ。このデッキ枯渇にくっそ弱いんですよね。その、なんかタルババもないし、あとは、その、なんだろうな。タルババの代わりのカードがユニットとかならいいんですけど、ごぼうりなんで、あれなんですよね。そのなんだろう。バレルを防げるカードがめちゃくちゃに少ない。そう。だし、スパーキーが相手がロケットと、ロケットじゃなかったらまだいいんですけど、おお、来た来た来た。ロケット枯渇だったら、あれなんですよ。もうスパーキーが出せないから3枚で手札回さなきゃいけないですね。それがそもそもきつい上に、だからユニットとかをね、より多く切らなきゃいけなくなって、でも切りすぎると、いや、これ、結束オブジェでいいや。切りすぎると、あれになるんですよ。もう、バレル抑えれるカードがなくなってね。手札がなんかスパーキー、ゴブジャイ、ライトニング、なんかゴボリとかになって、おお、すげえな、マジで。よいしょ。オッケーオッケー。エレキを延命していき、うわー、いい残り方した。もうこれはとりあえず、切ったでしょ。エレキを切ったのか、ちょっと。じゃあ回ってるかな、ワンチャンザップで。ザップで回ってそうだな、エレキ。ペッカー。
あ、回ってるな。これメガゴの射程が短くなったことによって一発になったんですよね、メガゴは。マジでかい。はい。いやー、これ雪玉でもよかったな、正直。いやー、どうしよう。まあ、これはスパーキーでいいっすね。 OK。 で、このこれ、そう、逆サイ来た時にユーノが置いた気で来る可能性があるんで、超低めにエレキを今みたいにね、こうやって超低めに出すのがおすすめです。よいしょ。でエレキ出したんで、これポイズンしかないんでメガゴもつけちゃいますね。まあ裏にペッカが来るかなって感じではあるんですけどね。はいはいはい。ああ、なるほど。工場なのに、珍しい。工場なのに、まあ、もうあいつ邪魔なんで行っちゃいます。えい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 。 OKOK。 これはどっちも釣れる位置なんでね、この位置覚えといた方がいいですね。逆サイで結構釣れるんで。 OK。 危ね危ね。反射神経に物を言わせて。 OKOK。 これで相手がライ、いや、ポイズンだよな、さすがに。さすがにポイズンだと思うので、出てくるんですけど、これ多分エレキ来るんで、ここに蓋しておきます。で、エレキ来たらライトニング打ちます。はい。いいね。相手これね、工場と言うのしかないんで、ダックフリカート。いけいけいけ、オッケーオッケー。まあ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 。ほう。なるほど。起きちゃうじゃん、こっちに。ちょっとこっち邪魔なんで。オッケー。オッケー。これがね、いいんですよ。不意打ち。オッケー、2発入った。これワンチャン許容してもいいな。許容して。おう、たまたま入んなかった。これはもう一回、工場か言うのが来るんで、この位置移ります。あ、これならゴブチャイで釣っちゃいます。よいしょ。で、これベビドラがたけってから、これとメガゴ。で、雪のまま打って、よいしょ。オッケー。GG。まあ、ペッカに強いですね。圧倒的に。まあ、そんな感じで、結構、人技系には強いデッキなんで、あとホグですね。ホグにも施設が増えて、ケツスパーキーをしてから、相手がそっちのサイドにホグ出せなくなって、ホグデッキって基本ザップが入ってないんでね。丸太が雪玉なんで、そう。なんで、結構そういう感じで、ホグとかにも強い。施設もあって、だからゴボウリがね、多分まあ、だから、橋を渡ってくる系に基本的に強いですね。ゴレにも強いし、ゴボウリがそもそもジャイにもめちゃくちゃ強いんで、そう。で、バルーンにも多分、これ、ハンターじゃなくてエレキになった分、場所選べるし、ハンターって真下に出すしかないんですけど、そのエレキになった分、施設プラスエレキで、結構エレキの出す場所が絞れないんでね、相手からしても読みの呪文とかも飛ばしにくいし、読みのディガーも飛ばしにくいんで、結構多分、で、対空、ここら辺で建物もあって、結構回せるんで、ライトもね、緊急ライトもあるんで、多分バルーンにも強いですね。で、ラバーにも多分強い。そう。メガゴーとエレキと雪玉とライトとあとゴブジェイとかね、ラバーって陸受けがね、結構なんだろう、まあ、てかそもそもザップが入ってないのであんまり、そうなんで、ね、ラバルぐらいしか入ってないん で今の建物って墓石とかよりもゴボウリなんで、スパーキーが刺さるんですよ。だから体格で折り合った時にこっちだけ折れて、ラバだけ防衛できるってパターンがね、結構あるんで、ラバにも強いですね。そうだから、弱いのがクロスが相手が上手かったら無理ですね、正直。クロスとか、まあ、その後はなんだろうな。クロスとあとなんだろう。さっき俺が言ってたやつ。あ、枯渇が圧倒的に無理ですね。うん。ライトニングとかならまだいいんですけど、ケツスパーキー別に出せるから。そう、ライトニングならいいんですけど、ロケットがマジでもうケツスパーキー封印されて、このコスト重いカードをね、スパーキー以外の3枚で回さなきゃいけないのがマジできついですね。で、しかもタルババも打ってもないから、枯渇がマジできついですね。だから枯渇以外には、勝てる。まあ、クロスも、攻めクロス、じゃんじゃん、立ててくる系の人だったら、勝てます。って感じでね、やってったんですけど、とりあえず宝箱引いてから終わるかな。うん。まあ、今日良かったですね。そう。ちょっとね、もうちょっと、練習しようかなってなっても、ちゃんと9とか、最低でも10で、お、トリトン来た。止めるようにしたいですね。トークン何枚あったっけな。
トークン、だからあと5枚ですね。あと5枚でトリトン完走できる。いいですね。で、完走するまで本赤で結構グラチャレ回したいなと思うんで。まあまあ、そんな感じですね。で、今、これとあと2本出す予定なんですけど、お盆なんでね、本当に毎日2本投稿、3本投稿ぐらいね、やっていこうかなと思うんでね。もしね、良ければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最近ね、またもうずーっと縦画面にすることにしたのでね、多分結構見やすいって意見が圧倒的に多かったんで、縦画面にしていきたいと思います。ということで、今日は終わります。バイバーイ。